慎吾元気ー慎吾元気、えー、まあ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 でも元気じゃないっすよ元気,元気だよね元気してるいや元気かどうかだったら別にそんなにすこぶる調子がいいわけじゃないけどね、うん、すこぶる調子いいわけじゃないのあのチャラ男がまあ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 それはね、うん、元気に対して元気だよではないですよ嘘だ,<っ>やだやだや どうもでーすくれよどうもでーすって何がいや、くれよって何でおかしいだろうよ、この状況で。<laughs> どうもですいや、そんな、もうそんなんじゃさ、全然にこやかなの見たいもん。笑顔になりたいよな。なんだその背景も腹立つな、ちょっと。<laughs> ご機嫌な背景でね。え,え、そうシンガポールってでもこんな感じよ。ああダメだよ、今。今その背景ダメなんだよ、多分えなんか、 怒ってる <laughs> いやいやまあ怒ってるよまあ怒ってるというか,あか、まあ、多少怒ってるし、うんうん、いろいろその、うん、気持ちは穏やかじゃないところはあるけどね穏やかじゃない、はい、まあそうだよねそれはもう確かに俺も察してます察してまあまあそれは当然ねあれ,あれの<日>そうですよねあれの件ですよねあれの件はい チョコプラの件じゃねえチョコプラの件もやんわりあるけどそこじゃねえんだメインはベーキング見ましたからはい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 チョコプラとのラリーが続いててねそれであの俺が急に怒っちゃってはい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 でラリーそれもあってタイミングややこしいんだよあのベーキングはいろいろある前のやつだったしもうタイミングややこしいけどメインははっきり言えばチョコプラじゃねえわ メインの俺の苛立ちと同様はある慎吾にちょタメ口を聞いてたから俺が切れたっていうああチョコプラの件じゃねえのちげえよちげえだろ誰が全国民ちげえよっつってるよ今なあなんかありますかじゃああっただろうが <laughs> おい俺も,もう名前松本さんだ松本さん,松本さんの一件だ動画出したな一週間 レギュラーのじゃないですよね。レギュラーの違うよ。あるある探検隊じゃない。よっぽど良かった。それだったら俺もなんか。よっぽど良かったもおかしいわ。よかったですかいや、良かったも今語弊があるけども。あるある探検隊最近、あるある探検、やってないで、オリラジも、オリラジもリズムネタで憧れてたとか、そういう提言だったらよかったよ。そういう提言じゃないのな、なのげえだろ、ちげえだろ、ちげえだろ、うえ。はい。すごい風穴開けてたろ。 松本さんに。いや、怖いなって言ったから、まず、ちょっと申し訳ないけど、そもそも今日のこの、この何今、ズームのやりとりが、俺がどういう内容で、どういう、もうテンション望臨んでいいかも正直わかんないし、まず、背景腹立つって言ったし、一回もう帰国しろ。まず。帰国をしろ。今。いち早く、おめえは、いいから黙って帰国しろ。 ちょっっっと待ててください帰国しろはは乱暴ですそれふざけんなふざけんななんで遠くからニコニコして俺だけがなんか今すごいとこ日本が居づらい今でも藤森さんね気持ちわかりますけど俺に会いたい気持ちかりますけど今今日本に帰国するとあれなんでしょなんだよ緊急帰国すると逮捕されるんでしょガシじゃねえんだ別にいいんだよガシじゃないんですあなたは。 俺別に犯罪を犯してるわけじゃないから、いいんだよ、それは。だって、なんか、犯罪を犯してるぐらい怒ってんじゃん、だって。ああ、まあまあ、ほぼ指名手配みたいなもんだけど、な、今。お笑い界の指名手配犯だからな、今。お笑い指名手配になってんの、俺。お笑い指名手配だけど、いいよ、別に逮捕はされねえから。逮捕されないよね、怖いよ。されねいや、別にいいよ。逮捕はされねえけど、帰国しろ、まず。そしてもう、空港からヘズマリうに追いかけられろ、もう。一度。一度くらえ。 <あ>ヘズマ流、空港に降り立ったら追いかけてくるの怖いね。いや、そうだよ。ガーシーさんを護送してる車、<あ>ずっとヘズマが、なんか配信しながら、ずっと追いかけて、ガーシーつってって、やった <laughs> いや、そんな話はどうでもいいんで余計戻りたくないんですけど。<laughs> いや、な。でも、ま、ま、まって、待って、ちょっと落ち着いて、一回挨拶しなきゃいけない人がいるからさ、はい、まあまあまあ、すみませんね。ね 誰だよ挨拶。粗品くん見てる粗品くん。君名前出すな名前を出すな関係ねえ <laughs> 後輩な <laughs> はいだ、ダメだ二度と、はい、二度と後輩を巻き込むな関係ないマジで。うっそ。もう俺とのやりとりだけでせめてもう完結しろいいな、うん、名前を出すな後輩の名前を出してはいけないっていうルールを NSC で習わなかったんだよ、はあ。な、ダメなんで。な、いいかはっきり言ったら、うん、もう真っ直ぐ。 まっすぐ勝負してないうんこみたいなやつは名前を出すね<笑><笑>いいかえちょっと待ってまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつって言われてんだ俺、ま、あそうだよまっすぐ勝負してないうんこ野郎って今呼ばれてんだよ <laughs> 日本じゃいやでも俺もいろいろリサーチしたんだけどああああどうやらまっすぐ勝負してないうんこ野郎ってああ俺のことじゃないらしいよいやいや俺のことだろなんだそれでどうやら鬼越トマホークらしいよ、うん いや、違うんだあれはネタでやってたんだよ、酒井ちゃんは。ツイッターで。うん。ああ、人の、なんだ、悪口言って。テレビ出て、レース、ネタも弱い、ーレースも弱いし。そうそう。実は僕のこと、ネタだよ。あれはネタだろ。俺、ドンピシャド思ったもん。お、鬼越えだって思ったよ。違うんだよ。あ、ほっとしたじゃねえんだよ。あれで俺じゃねえって思う感覚やばいからな。せいや、間違違うんだよ。鬼越えはもう後輩なりになんかネタにしてくれたんだよ。感謝だよ。 感謝しろあ,あれはもうそうなんだでもなあその慎吾は怒ってるけどその芸人の先輩とか怒ってないでしょああめちゃめちゃ怒ってんだよだからそうでしょ感覚おかしいないやもうほぼ<や>ほぼはい,いや偏ってるわでも慎吾ちゃんじゃそれはニュースがいやいや先輩芸人みんな正直こんなこと言いたくないけど怒ってるわああいやもうああだって先輩芸人で俺の味方してくれた人いたもんいやごめんなさいもいないいないですそれは申し訳ないいます 誰だ堀江ンです。いや、芸人じゃねえんだよ堀江ンさんはんああ、ダメ、芸人じゃあ、堀江ン舐めてるね。芸、そっち界隈の人だろ知らねえよ、俺は堀江さんともそんな絡みないし。いや、芸人じゃねえ。R1 出たことあるんだよ。<laughs> いや、出てたけどな、なんか。<laughs> なんかあの、の黄色い帽子を着って小学生の作文コンクールでいいんだよ、R11 <う>回戦突破はどうでも。突破してる芸人じゃねえ。 芸人,芸人じゃねえんだ。あ、じゃあ、じゃあ、分かった。じゃあ、他にも言うけど。うん、なんだもぎ健一郎さんですよ。ああ、芸人じゃねえんだよ、だから。農科学者。そもそも。ネタで。農科学者だろ。ネタじゃねえんだ、あの人。アハ体験の人だろ。難しいね、じゃあ、その芸人か芸人じゃないかって区別が。なあ、もう、もぎさんの名前も出すな、なもう。なんか、<え>なんかすべての発端ももぎさんだった気もするし、もうやめろ あれは出ても芸人じゃないってことはさ、その何ネ,ああネタを現役でやっててみたいな、なんかそういう舞台に立ってみたいな、ああそ,うそういうのも必要なのいや、それはまあ一応芸人だからそうでしょう、分かんないけど。いや、どう見ても違いない。エモンさんも、茂木さんも芸人じゃない。じゃあ一回確認するけど、香港さんは芸人ですよね。うん、ど真ん中の芸人だよ。<laughs> ど真ん中なんですか香港さん。で、その上で別に香港さん味方してねえからな。うん、え、香港さんも。 優しかったはずだけど。優しくねえだろ。一番キレてたよ、香港さんは。嘘、嘘、嘘だ。だって俺昔ロケで香港さんのお好み焼き焼いや行った時優しかったよ。そん時はそうだろ。別にお好み焼きの宣伝してるから別にいいんだよ。げ<あ>え、今この件に関しては香港さん <laughs> YouTube でブチキレてたんだよ嘘、嘘 <laughs> だ。香港さんキレてたの香港さんの YouTube? いや、見たろ。見てんだろ。どないすんねん、これって。 見てなかったな、本んさに。いやいや,いやもうは、はもう申し訳ないが、はっきり言って先輩芸人はみんなキレてます。ああいや、そんなことないです。トミーズマサさんは笑ってました。ああいや、ぶちギれつたよ <laughs> マサさんも嘘,嘘だろあの人、お前、なんだ、あの、大阪のせやねんっていう番組でぶちギれつたよ。うわ、俺、関西ローカルっていうか、日本のテレビ見れてないから分かんなかっただけだわ。じゃあ、どこ、どこで逆に味方してくれてると思ったんだよ。いや、せやねんで、お前、すごいぞ。俺、久々に人の口から、 なほざくなみたいな言葉聞いたわ。<laughs> ほざくな俺怖かったからね、はっきり言って、それに関しては。ほざいたらあかんみたいなこと多分おっしゃってたよ。ま、漫画でしか見たことないほざくなって <laughs> い。いや、それぐらい、それぐらいのことなのよ。でも、でも、でも一番<あ>ね、一番やっぱりこれですよ。神沼恵美子さんが味方してくれてました。もう、ぶち切れてんだよみんな関西でぶち切れてんだよ、みんな,でんよみんな <laughs> 嘘でしょ関西で。 上沼さんなんかあの人もなんか番組で言ってたろ。ないっぺんやってみたらええんやねん。<laughs> 言われたら腹立つわ、みたいな。<laughs> な<あ>腹立たせつわ、全部。あ,あその上でもう全部チェックしてんな、中田ちゃん。本当にいやいや、風の噂で聞いたばかり。噂じゃねえんだよ、もう本当に、全員。というか今関西が特に熱高えわ。今関西行ったらボコボコだぞ、本当に。 え、でも俺、来月、日本帰国した時に、あ,あ,あの、家族で USJ 行こうと思ってんだけど。ああやめとけマジで危ねえからやめとけ <laughs> !USJ?USJ に、日本一危険な場所だから、あ、やめとけ <laughs> 中田ファミリーは絶対に関西行くな、今。<laughs> それだけは俺もう、提言するわ。中田は大阪に行くな。和歌山,はいい和,歌山は和歌山もダメだ。いい息がかかってる、やめろ。ダメだ。滋、賀県は危ねえ、息がかかってる、やめろ。嘘だよああ。 今ないぞ日本にもうないぞ関東も危ないしなきっとな本当に沖縄ぐらいだ今いやでも確かに関東は危険は感じ始めてる俺はいや関東だってそれいろんな芸人さんがまあいろんな声を出してくれてたから正直あの人を怒らせたのは確かに俺,俺もやばいなと思った、うん、誰柴田だよね <laughs> どうでもいいわ 一番どうでもいいわ。芝田舐めんなよ田というかごめん、俺柴田が切れてるのは,俺,は俺も抑えてねえわ、そこは知らねえわ。芝田見ないと。芝田見ないと、まあいや。見ないよ。見ないんだよ。柴田を。モノモーション YouTube は俺見ないんだよ柴。柴田全国ネットだからね。ああまあ、YouTube 全世界だよ、一応。じゃあ <laughs> それで言うならもう。全世界ネットだから。ああいいんだよ。芝田がどう切れようが別に何の影響もないんだよ。芝田は。 でもしょうがないとは思うけどねみんながねただただってそうねそれはそうよすごいねよくそんな今落ち着いてられるね本んになんか俺結婚記念日に妻に言われたのが「あなたってシャンパングラスをチーンした後にだよ10周年のチーンした後にあなたってあれだよね」 人の気持ちが全く分からない人だよねって言われたの。<laughs> <laughs> <laughs> おい、萌えちゃん萌えちゃん、ちゃん今すぐ俺と緊急対談してくれおいおい、おい福田萌えさん今俺が話したいのは中田じゃねえ福田萌え、あなただ<い>あなたと緊急対談したい涙を、涙流しながら喋ろう二、ね、人で、分かんないんだよねじゃないんだよいや、いやまあ、い,まあいいよ思ったことを言っただけだから。いや、だからまあ、俺も動画で言ったけど、別にその、うん、ね いいんだよあっちゃん意見を言うそれ自体は全然、ね、いいと思ったよ誰が何を言おうが。まあね、はい、だってさその松本さんがやっぱりそのすごい人なのはもちろんそうだけどやっぱちょっと松,、ま、松本さんが頂点にいる大会が多いなーってだからちょっと権力になっちゃってんじゃないかなっていうさ意見はいや俺だけじゃないんだよこの意見他にもお笑い芸人で提言を声を上げてた人がいるから。 名前出すなよ、それはもう、でも。誰だ言う,言うな、もういいいいラバーガールさん。いやあれはネタでやってんだよ、だから。いやいや変な巻き込み方すんな。あれは、あれは、商店が、春風亭章太さんに権力が集まりすぎて、あれはネタで、あの動画の、もうパロディーだ。<そう S 2> いや、おじさんを巻き込むな、ここで。俺しっかり見たけど、あのテンションはマジだった。 マジじゃねえんだよそして大水さんがマジでそういうこと言ってるやつみたいに何も知らない人を思う人何割かいるぞそれあれはネタじゃないと思うんだよねあれはネタドパロディ一番最速でやってた面白かったあれは笑えた,たあれは俺笑えたあれマジ才能すごいよねラバーガールさんないやすごかったよ だだかかららいいいいいいやもう違う違ういいのよもうそういうううう違違のよそじじゃないじゃなな俺はそのことに関しては、うんまあ、あっちゃんと正直意見は反対だったけれどもまあ、ね、だってニーズがあってねそってオファーがあるんだからそ,<う>それはもうやってしかるべきだしネタ見てもらいたい後輩がたくさんいるっていう、うんまあ、だからもうそこは別にこれ以上なんかどうこうないけど、うん、でもそれこそ俺はこの一連の中でひろゆきさんおー そうそうもうひろゆきさんが、うん、まあ言ってるのなるほどなとも思ったよもうだから<な>じゃあ中田君がん、うん、中田君がもう自分でそういう賞ーレースなりを作って、うん、それで新選やればいいんじゃないかというこれがもうまさに俺ひろゆきさんあのいいことを言ったなと思いましたよ、はい、大会開くっきゃねえなもじゃな <laughs> いや,やるのいやまあそれはそれでね、はい、じゃあもうあれだろうもうなんだよ 面白ドストエフスキー選手権だろう。いや、野田さんのやつだろ、それ別に。<laughs> なんだ、見てんな、よく、おい。いろんなとこ全部見て。ま、マ,ジマジラブの野田さん、野田クリスタルさんがなんか生配信で言ったんだろうもうあっちゃんの。面白ドストエフスキー,ススキー選手権ねて。いや、野田さんはすごい優しさに満ちたコメントしてくれてたよ、本当あっちゃんもまっちゃんも好きなんだよ、つって。そうそうそう。その上でど、面白ドストエフスキー。 正直わからん。なんだドストエフスキー選手権って。<の>意味がわからん <laughs> 俺は。野田さんのさ、俺を好きな理由が、うん、野田さんが喫煙所で一人でいるときに、優しく話しかけてくれたからだって。うん、<laughs> いや、言ってたよ、それも。<laughs> 野田さんもなんだよっぽど寂しかったのか、その時わ分かんないけどだ、はい。だから野田さんだって、うん、あっちゃんのことが好きだっていうね、本当に優しさがああいうさ、コメントを出して、 クレッシャーだね、うん、やるなそのドストエフスキー選手権なんてやるな分かんないあの<は>ドストエフスキーいじられてたないやなんかあそこをもう正直俺よく分かんなかったけどううんうん、うん、何なのあれでなんじゃだからドストエフスキーが分からないみたいなもんではい俺の笑い俺の笑いを理解するには、うん、まあ、うん センスと知性が必要ですよねっていうことを言ったんだよね。やべえ、やべえ発言だな。それはやべえ発言してんな。<laughs> そう。<い>だから、だから、だから切ったの、やべえ発言しちゃったなと思って切ったんだけど。あ,あそこそうです。それで編集してた。うん、ったんだけど、よくよく思い出したら、あの、俺の笑いには知性必要だって、あれ、松本さんが衣装で書いてたんだよね。うん、ねん、ねね、やばくねえな、じゃあ。 なんだ今その話は今なんかそうお笑いに知性必要っていうセリフややべえっておっしゃってましたけどやべえじゃねえでなんだそのやべえやばくねえわじゃあじゃあやばくねえやめよそれ人にでさ内容バイアスしてんじゃんそうだね人によってこれがまあ良くないけども変だおめ変だ松本さんが 松本さんが言ったら何でも面白いみたいに<ー>っなって、んじゃんだってる。やめろ、おい。変なトラップで俺。洗脳されてるよ、洗脳されてる。トラップやめろ、トラップ、これ。変なトラップ仕掛けんな。トラップ偶然だよ、偶然い。いや、偶然じゃない。いや、そうな。おっしゃってたのは、ごめんなさい。俺、知らなかったから、もうさ、もう松本さんのこと知りすぎてるし、<ー>詳しすぎてるし、もう、リスペクトしすぎてるんだよ、あっちゃん。 本当にそれはもうそれはだから「愛ゆえに」よ「愛ゆえに」提言してるわけだから「いから愛ゆえに」じゃないけどさク,クレイジーラブよ<当>クレイジーラブいやまあまあまあそうなのかもしんないけどねだってさ、うん、みんな松本さん好きとかいうコメントやるけどさ松本さん好きすぎて芸人になったやつ少ないじゃんだってコメントしてると俺なってるもんねだってね いやいやそれ一般視聴者はそりゃそうでしょうよそら松本さん好きだけど芸人になるっていうのはそりゃそうだけどなっちゃってるでその上でさ発言切ったことをさなんかやれたせいだろん、はい、だろうってかっこ悪いだなんて言ってくるからねでまあそれはしょうがないんじゃないそういうとこ見つけてみんな攻撃してやろうっていうさことを考えるわけだからいや,いや知らなかったでしょ俺,<の>俺もそういう意図があるのは、うん、俺が今回の件でかっこ悪いって言われてる時に藤森は声を上げるべきだと思う 藤森君は、はい、あっちゃんかっこいいって言うためにこの世に生まれたんでしょそんなわけねえだろ別によあっちゃんかっこいいわ <laughs> あれは俺台本渡されてあ、うん、て書きでなんか書いてあったんだよセリフとしておい言うな言うな言うなアドリブでやって,ると待ってたの、ね、俺の,俺の 俺の意志でずっとやってんかっこいいってあれ言ってたわけじゃねえんだよ。全部よ。言う前。パーフェクトヒューマンも中田中田もあれ全部俺の意志じゃねえんだよ。あれアドリブだっていなんだからやめろお前は。アドリブなわけねえだろうが、あんな1日100回ぐらい練習してたじゃねえかブ勇デンのねああ、言うなお前それを。ああ、やめろお前。 原稿の話するな、お前、本当に。原稿に全部自分で書いて、自分で中田が自作自演で書いて、藤森、セリフ、あっちゃんかっこいい、すごいよ、あっちゃんすごすぎるよ、だろうが。なあ、よくやってんな。やめろ。やめろ。あんなでた。本当によ。いお前の今の、お前の今のいじりに関しては、さすがに吐き気がする。あやめろ、それは、石東野さんの、おい、そういう形で持ち出すな、引用するな。 一リーブ吐き気がする、はい、本当に吐き気がするよなんだ。というか、それもなんだ、あれ、東野さんに、それは何な,なんなのか、言ったのねオンラインサロンかなんかで言ったのい、いや裏で悪口言ってるの流出しちゃったんだよ、だめ <laughs> なんだ最悪なんだそれが、東野さんもなんか、おもしろ返してくれてたけども、ツイッターか、あれで。感謝でしかないよね、<う>それに、ね。いや、感謝よ、本当にもう、諸先輩方、<ー>後輩方、みんな、感謝ですよ。 それに関ししてはもう本当に感謝しかないしええええええもうだからさいやいや、うん、だからもう本当ど,どうどうすんのこれ。どうしようかね。というかだからもうえ、うん、いやそれ一番聞きたかったのは、うん、もうだからあの松本さんがね、うん、ツイッターでああいうふうにコメントを出してくださったじゃないですか。 あ,あ,確かにあれお俺宛てで会ってる俺宛てで会ってる名前書いてなる <laughs> 当たり前だろいマジでぶん殴っかんな俺宛てだろてあれは<あ> YouTube とかテレビとか関係なく2人で会えばいいじゃんってああ連絡待ってるっていうそれはだ会い合うんですかもうそこが多分今一番みんなが聞いてる確かになでも、はい、もう会っちゃってるとも言えるからねいやいやそれは別に過去のあれでしょう別に番組で共演 事件後はそうじゃなくて事件後よ事件後事件後はあってねえだろよなんだよいや俺さらば青春の光チャンネル見たのよ <laughs> ああ<ー>一堂に返してだからあ,<ー>あれ違えんだあれは違げんだや松本よ中田せいや藤森一堂に返して座談返して違げんだあれはあ あれダーリンズの松本凛さんとナターシャさんこと本名中田さんとあと g a g のあのひろゆきかせいやに関しては確かなんか名前せいた一文違うんだよ違う違う違うそんな話をしてんじゃねえんだかなたさらばの話はいいんだよれはおもあれどうなってんださらばの動画俺の動画より回ってんじゃねえかどうなってんだあれそうなんだ そうだよ本当に <laughs> すごいないや「すごいな」じゃなくて「<ー>ななどうすんすか?」だから、まあ、会ってないですよあなたはいやでもねやっぱでも直接2人で会ってもそんなに面白くはないと思うんだよねえいやだってさ意見を交わすことに意味があるんであってその 2>,、はい、2人が仲良くなることにもねその意味があるわけじゃないじゃん いや別にまあまあまあその和解をね別に求めるということではもちろんないけれどもそうそうそうなんかその揉めてるわけじゃないからあくまでさ俺の思ってることを言いたいってことだからやいのやいのこれからも言いたいしなんせさ,あさて二人で会ったってさみんなネタにできないだろう <laughs> 誰も聞いてないしその話は。そそそうそうそうで 和解しちゃうとさ、に別に別に別にみんなにネタを提供しているの今これじゃあもういや提供してるとそんなおこがましいつもりはないよでも、はあ、なんかこうみんなでワイワイやれるから楽しいのかな面白いのかなっていうところあるまあねいやいやまあまあまあ、まあ、もうぶっちゃけだけど案の定今すごいよ、うん、もうそれで、えー、なん変な話もうなんか盛り上がってはいるよ <laughs> あのもう誰とも俺も俺ははっきり言って、うん、もういろんな人の名前出さねえけど逆に、うんうん、もう いろんな先輩に飲み会に何年ぶりかに呼ばれて行ったりとかして。<ー>ああ五5時間ぐらいその話してたぞ。ほら。<laughs> 好きなのよみんな。マジで。やれ、あ,あと電話も来るし、久々に電話来た先輩もさ。あ<ー>もうもう、なんかもうわかんないけど楽しそうに喋ってたけど。それだろう何が それがいいじゃないもう分かんないそれに関しては分かんないでもまあまあまあその楽しい状況であるというふうに思ってる人もいるかもしれないし、うん、でもマジでブチ切れてる人もいるからなはいマジで関西だけ絶対行くなよあの関西ちょっと関西控えますじゃあ関西は<の>はいあとちょっと小耳に挟んだっていうか何かのネットニュース見たんだけど何藤森さんに僕は 縁を切られるんですか <laughs> 何の話だそれはなんかオリラジもう解散した方がいいとかいうコメントもいっぱいあって藤森はもう中田から離れるいいんかそれ俺も見たぞ、うん、逆になんか中田が藤森を切ろうとしてるみたいななんかあれなんかデマだろ誰かの俺は言った覚えはないよそのもしかしたらネタで言ってたかもしれないけどいや,い,やいや言うわけないとは別に思ってるし、うん、解散はしねえだろ別にしないんですね危ねえだろ今 今解散したら、お前、はい、何するか分かんねえだろうが、におめえがよ、確かに、しねえよ、別にさすがに俺、もう解散しちゃったらさ、もう何でもやっちゃうかもしれないもんね、あーなんあ、怖え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 、だからもうそれだけは絶対にさせねえし、阻止するし、<laughs> うんうん、おめえを利用して、これからも好感度上げさせてもらうわ、<laughs> 最悪じゃねえか、マジで、マジでじゃねえっすか。<laughs> だだ中田を利用して効果あげますそれ言っちゃダメなんだよそれ言っちゃダメなんだよだ <laughs> 頼むよ慎吾いや頼むよじゃないのよ頼むよこっちもいやほんいやだってさあの慎吾の責任だと思ってんだよね今回の今おお何が何がだって俺が松本さんに牙剥くぜって俺前日に言ってるじゃん いやだからそういう動画を上げるとは言,うそ<う>言われたよ俺、うん、それでそれはで俺、はい、嫌ですって言ってたよね慎吾は言,言ったよ俺言ったいや止め方は甘くない止め方甘くねえじゃねえんだ俺が止めてたら止めてたんかあれおいいやわかるんないも,もっとマジで止めてたら止まったかもしんないんだよ止まんねえだろういや,いや俺はでもいや,やってみないとわかんないよ 俺がもう決死の覚悟で止めてないんですよ。そうよ、そうよ、それ、俺が言いたいの。そうよ。それでしょそうよじゃない。いや、だからいいだろ。黒幕なんだよ。俺し黒幕だよ。やめろ。君が。その藤森黒幕説定期的に唱えるのやめろ、本当に。そうだね。はい。いや、いい、もういいよ。じゃあ、もう別にこうなってしまったことはなってしまったことだし。うん。うん。じゃあまあ。これからも一緒にやってくれるってことでいいんですかいや、いや、やるよ。 それはこっちもらうもうよろしくどうぞ。よかった。じゃあ、あれだな。は問題なし。あるよめちゃくちゃあんだよ <laughs> 問題はふざけんな <laughs> これで終わりじゃねえんだよはい解決、ちゃんちゃんじゃねえんだよ解決じゃねえよあるよわかったよねえわけねえんだよこの動画を全部俺のチャンネルで流すのが、不満なんだろああ再生回数で、俺ばっかり再生回数。<laughs> いやな かっ<あ>ちゃんとこのあとコラボ動画撮るから藤森動画で流す方な,な何撮んだよこれ以上もう企画考えてるからなんだよ藤森慎吾から浜田雅俊さんへの提言でしょいらねえやらねえよもういいよ今回 YouTube 大学だけでもだめろそれはナイツの塙さんがな <laughs>、うん、俺にラインしてきてくれて最近ちょっとご入行ったり仲良くさせてもらってるからうん、うんだから だけど俺結構、その晩はもうちょっとちょっと食らっちゃっててで花さんから藤森君、今藤森君が浜田雅俊への提言ってやったらバズるよってもう当然言っててくれんんじゃ当然そうネタのようにナイツの花さん言ってくれてたんだけど俺、もうちょっと軽くプチパニックだったから本当にそれを取ればよかったのに。 で塙いやいやさんに、うん、あの具体的にどういう内容だったら面白いですかね、うん、みたいなことで言ったらいやいやいや藤森ん違う違う冗談冗談冗談だから絶対やめてねてえ面白いのにそれ塙さんさすがに面白いのにじゃないんだよ何かさすが塙さんだよゴル,ゴルフ番組が浜田さんに集中しすぎてるみたいなと言ってたんだ、はい、でも塙さんもほらでも M−1 の審査員やってるから一個こう、はい 権力者ではあるもんね。やべろもう <laughs> 変な、その、権力とか出して人の名前使うなもうね、うん、いいもう、本当に。ダメなんかわかんないけど、ま、汗びっしょりかいてるわ、俺。何もういいいや、でも、これが俺の面白いなんだよなこれが俺の面白いじゃねえよ本当に。俺の面白さが、まあ、俺のまっすぐ勝負、届けはい。届けって思っるんだよ、今。 ああまあじゃあまあそれはだから相方としては別にあの、うん、もう俺だけだよ巻き込むなって言わないのあありがとうございますいやいや別にごめんごめん変な格好つけたわけじゃないんだけど、うん、もうな、まあ、それは別にやりましょうよ巻き込むよ<に>だってそりゃそうだよね藤森くんがそのさいい家に住めてるのは、うん、俺のおかげだもんね縁切ろうかもう <laughs> <laughs> マジで縁切ってやろうかネットのデマを本物にしてやろうかじゃあ <laughs> それはそうだよねやっぱりもう俺がさ、はい、やっぱいたからそこにいるっていう、はい、感謝がやっぱあるんだもんね,あ,ねあるんでいや感謝はもちろんあるけど、うん、マジで本当にやってやろうか本当に小栗旬君とゴルフできてるのは俺のおかげだもんねああ関係ねえよそれに感謝絶対 だって、小栗旬君も中田の相方だからって言って仲良くしてくれてる。すげえだろ、マジで。じゃあ、もうダメだ。今度小栗旬君も呼んで緊急対誕あ、すいません。この後、あれですかなんか、時間。いいです。あれなんでしょなんか。いや、まあ、明日も俺ごめんなさい。正直、早いし。明日早いじゃなくて、あれでしょどうせ、なんか呼んでるんでしょマッサージかなんか。いや、呼んでねえんだよ、別に。だけど、いや呼んでないです、今日は。呼ばないであれ。 キャンセル代今度日本帰ってきた時もらうからな俺のキャンセル代ですか当日1時間前キャンセルって全額だからなああ、うん、<laughs> そうなんですかちょっと違うね今日この後マジでリアルあのリアル母親の美代子来るから家にあそうなんだお母さんがそうなんか東京にちょっと来てあの明日明後日なんか<ー>は歯医者行ったり美容室行きたいっつってごめんな<ー>ちょっと夜緊急で電話つきあってくれてマジで、うん、帰ってこいよ早くいいから一旦 ありがとうな。じゃあ、二人で、あの、今度会おう。な。うん。あの、大阪の飯は予約しとくから。行かねえ。俺、もう、俺はマジで行かねえわ。大阪にはしばらく。身を潜めるわ。新大阪、新大阪で集合な。危ない。今一番危ない日本で新大阪。あの、千日前で集合だ。千日前。ダメだ。ボコボコだ。ボコボコ。生きて帰れねえ。NGK ダメね。はい。ダメだ。 二度と立ち寄るな新宿歌舞伎町は行けるああだめだ歌舞伎町も本社あるだめだだからもう東京大阪無理だめだ千葉千葉だな千葉だな千葉なんだ千葉に行くって何なんだよなんだもうじゃあずっといろシンガポールにもうかりましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました どうもたの、なん、なんかわかんないけど、楽しかったです。ありがとうございました。